この部屋かしら。鍵が必要ね。遮影機を使ってみましょう。ユーリ、一人で探してみて。私はここで待っているわ。この部屋にあるようね。探してみましょう。ユーリ、遮影機で探してみて。隠されて見えなくなっているのかもしれない。待って、ユーリ。そこに何かあるわ。
これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。ユリ、今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。戻りましょう。ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。
先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か？受け取っておきました。